海外女子メジャーの今季第3戦、KPMG 全米女子プロゴルフ選手権は最終ラウンドが終了。首位から出たエイミー・ヤン、韓国がトータル7アンダーで逃げ切ってメジャー初優勝を果たした。昨年の最終戦以来となるツアー通算6勝目。首位と2打差の2位タイからスタートした山下美優は1つ落としながらもトータル4アンダー、2位タイで大会を終えた。 五輪ランキングで笹生優花に次ぐ日本勢2番手に浮上する見込みで、パリ五輪、粋が濃厚となった。渋野日向子は73で周りトータル2アンダー、この日のベストスコア67を叩き出した西郷真央と共に7位タイでフィニッシュした。山下とパリ五輪出場権争いを演じてきた古江彩佳は70で周りトータル2オーバー、19位タイに終わり、 出場は厳しい状況だ竹田レを岩井明愛はトータル6オーバー32位対勝南はトータル8オーバー41位対佐笹生優香はトータル13オーバー68位に終わった。